おい、エレナ、仕事終わったから今から帰るよ。今日もお仕事お疲れ様。ありがとう。悪いんだけどさ、お風呂を沸かしてもらっていいかな。今日暑くて、すぐに汗流したいんだけど。今日すごく暑かったもんね。でもごめん、私今友達と飲んでるんだよね。お風呂の準備は自分でしてくれる？え、今日も飲む会に行ってるの？友達に急に誘われてさ、今日は土曜だし、今日は遅くまで飲んじゃうかも。先に寝てていいからね。そっか、わかった。お風呂は自分でやっておくよ。ご飯は冷蔵庫に入ってるんだよね。え？あるわけないじゃない。ご飯ぐらい自分で作ってよ。え？俺仕事から帰ってきたんだよ。それが何？ご飯くらい作れるでしょ？いや、作れるけどさ。でも、彩乃は専業主婦だろ？飲みに行くのはいいけど、出かける前に俺のご飯用意しておくとかさ。は？たかがご飯くらいでうるさいんだけど。でも家事は専業主婦の仕事じゃん。彩乃が専業主婦になりたいって言うから遊びに行くのはいいけど、仕事である家事はちゃんとやってほしい。自分で選んだことなんだからしっかりやってくれよ。じゃあ専業主婦は365日ご飯を作らないといけないの？専業主婦に休みはないって言うわけ？そこまで言ってないだろ。けど最近の彩乃はあまりにもサボりすぎだよ。俺の仕事が休みの時にご飯も掃除もしてるじゃん。私のどこがサボってるのよ。ご飯も作ってるし、洗濯もしてるじゃない。ご飯はいつも俺が週末に作り置きしているおかずだらけじゃないか。洗濯だって貯めるだけ貯めて、結局俺が週末に全部やってるし。ああもうほんとうるさい。私は今友達と楽しく飲んでるの。楽しい雰囲気をぶち壊さないでよ。俺は事実を言ってるだけだろ。もういい。こうなったら離婚ね。私たちは離婚するしかないわ。またすぐ離婚なんて言い出して。気に入らないことがあるとすぐに離婚言い出すくせ、いい加減やめてくれって言っただろ。うるさい。離婚よ離婚。こんな家事に口うるさい男なんて。離婚だから。俺は当然のことを言ってるだけだ。俺は外で仕事、彩乃は家で家事担当。お互いの担当をちゃんとやろうって話だろ。それをいつもいつも喧嘩のたびに離婚って言い出しやがって。別に私はあなたと離婚しても構わないのよ。は？まだ若いし、すぐ次の旦那だって見つかるわ。高弘と離婚した方が私は幸せになれるかもね。ああ、もういいよ。彩乃は酔いすぎだ。ご飯もお風呂も自分で用意するよ。最初からそう言えばいいのよ。ほんと、あなたって離婚を切り出されると弱いわよね。そんなに私のこと大好きなんだね。じゃあ飲み会楽しんでな。俺は寝てるから静かに帰ってこいよ。高弘、ちょっと相談があるんだけど、今時間大丈夫？どうした？ちょうど昼休憩だから大丈夫だよ。あのね、うちの両親のことで相談したいの。お父さんたちの？何かあったのか？特に何かあったわけじゃないんだけど、最近うちの親も年なのか、怪我が多くなってるのよね。そうだったの？知らなかった。今までは大した怪我じゃなかったから気にしてなかったんだけどね。実は昨日、お父さんが転んで足を骨折したみたいなのよ。え、骨折？大丈夫なの？全治4週間だけど、安静にしていれば大丈夫って。そっか。でもやっぱり心配だね。そうよね。高弘もそう思うわよね。え、まあ、大事な妻の両親だしな。それは心配はするよ。だよね、心配だよね。だから、施設に入れた方がいいと思うわよね。え、施設？今のうちから老人ホームとかに入れておくのもいいかと思うのよ。いやー、高弘も私と同じ意見で安心したわ。俺はご両親がいいならそれでいいけど、でもさすがに老人ホームなんて早くないかな。確か、彩乃のご両親はまだ60代だろ？最近は早い時期から入れる老人向けマンションがあるのよ。だからそこに入れてあげたいの。そういうものがあるのか。ご両親がそこに引っ越したいならいいんじゃないか。じゃあ転居手続きとかは私がやっておくわね。高弘は費用のお支払いよろしく。月20万で私の口座に振り込んでおいてね。は？月20万？施設の費用だよ。今月からお支払いよろしくね。ちょっと待って。施設に入れるのは別にいいけど、費用が俺負担だって聞いてない。そんなの無理だよ。はあ？私の両親の施設費用だよ。夫である高弘が払って当然じゃない。でもまずはご両親の年金とか貯金からだろ。てか、ご両親たちで支払っていくものだと思ってたし。
まあまあいいじゃない。親孝行だと思うよ。それならまずは娘の彩菜がいくらか出すべきだろ。実の娘じゃないか。はあ？あなた専業主婦の私にお金を出させるつもり？信じらんないんだけど。え？でも独身時代の貯金があるだろ。それを切り崩すくらいはできるよね。私の貯金は私のもの。親の介護費用に使うわけないでしょ。高弘のお小遣いをカットして、あとはボーナスから引っ張ってくれば大丈夫よね。月20万よろしくね。無理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 。てか何さらって俺の小遣いカットが決まってるの？小遣いカットくらい別にいいでしょ。私の両親のためなんだから。俺はただでさえ平均以下の小遣いなんだぞ。小遣いカットなんて無理。悪いけどご両親の介護費用の負担は無理。はあ？私のお願いを断るっていうの？なら離婚することになるわよ。それでもいいわけ？え？離婚？私の親の介護費用全額支払いなさい。じゃないと離婚しちゃうわよ。じゃあ離婚しよっか。え？離婚するから俺の小遣いカットはなしな。ご両親の介護費用もあやなとご両親本人で支払ってくれ。ちょっと待ってよ。離婚って本気？親のが言い出したんだろ。俺は意義ないから離婚しよう。何言ってるのよ。あんなの冗談に決まってるでしょ。私と離婚なんて高弘も嫌でしょ。何あっさりと受け入れてるのよ。別に嫌じゃないよ。え？彩菜が前に書いた離婚届はカバンに忍ばせてあるんだ。まだ昼休憩あるし役所に提出してくるよ。ちょうど役所前のコンビニにお昼買いに来てたんだよね。は？離婚届？私そんなの書いた覚えないわよ。ほら、この間の飲み会の時だよ。泥酔して帰ってきて離婚届もらってきたわってサインしてたじゃないか。酔ってたからサインの字はめちゃくちゃ汚いけど。え、そんなことしたっけ？あ、いや、でも何かの紙にサインした記憶があるような。今後私に文句言ったら離婚だからねって俺に投げつけたぞ。そしてそのまま横でグースか寝てたよ。そんなことも言ったんだ。念のために捨てずに持っていたんだけど、まさかこんなすぐに役立つなんてね。じゃあ財産分与とかの話は夜にしようか。それじゃあね。待ちなさいよ。離婚なんて冗談に決まってるじゃない。あなたも私と離婚なんて本心はしたくないわよね。今提出しちゃったけど。はぁ？こんなすぐに受け取ってもらえるんだね。コンビニの会計より短かったよ。え、嘘でしょ？本当に提出したの？うん。これで俺たちは晴れて離婚成立。明日から他人だね。嘘でしょ？俺の両親には今 LINE で報告したし、彩菜のご両親にも報告しないとな。介護を支えてあげられないことも謝罪しないと。いいわよ、うちの親への連絡なんて。それより離婚届は今すぐ取り下げてきたよ。私、高弘と離婚したくないよ。何言ってるんだよ。あんなに毎日離婚離婚って言ってたじゃないか。あれは全部冗談だったの。いや、冗談っていうか口癖的な。本気で離婚したいなんて思うはずないじゃない。お願い、今すぐ離婚届を取り下げてきて。私離婚したくないよ。ねえ、高弘聞いてるの？離婚したくないって何度も言ってるでしょ。ごめんごめん、今ちょうど彩菜のお父さんと電話してたんだ。え？こういうのは早く報告した方がいいと思ってさ。お父さんへの連絡なんていらないって言ったじゃない。何勝手なことしてるのよ。なんで私がやめてって言ったことばかりするのよ。いい加減にしてよ。いい加減にするのはどっちだよ。お父さんから全部聞いたぞ。え？お父さん骨折どころか怪我もしてないらしいぞ。介護なんて必要ないくらい毎日元気だってさ。あ、いや違うの。それはちょっとした誤解があって。何が誤解だよ。老人ホームのこと話したら彩菜から何も聞いてないって驚いていたぞ。いや、だから違うのよ。老人ホームは私のサプライズっていうか、お父さんたちは知らなくて当然っていうか。俺このまま午後休取ったから、それで銀行とか行ってくる。貯金残高もおかしいことが分かったんだよね。え？最近友達と遊ぶ機会が多いと思っていたけど、そういうのは全部自分の貯金から出すって約束だよね。もし俺の貯金や共有貯金からの使い込みが分かったら全額返済してもらうからね。ちょっと待って、違うの。使い込みとかじゃなくて借りてただけなの。ちゃんと返すつもりだったから。じゃあ月20万の介護施設代はどういうつもりだったんだ？本当にご両親を施設に入れるつもりだったのか？本当のこと言うから離婚だけはなしにして。遊びすぎて私の独身時代の貯金が消えたの。だからどうにか
がお金が欲しくて嘘をついたのごめんなさい。自分のお小遣い欲しさに偽の介護費用請求か。しかもその前には俺の貯金の使い込みもしていたなんて。やっぱり離婚して正解だったよ。夜の話し合いは財産分与もだけど慰謝料についても話し合おうか。え、慰謝料？あえなのご両親も来てくれるって。骨折もしていないのに元気だからぜひ話し合いに同席したいって言ってたよ。親も来るの？嘘でしょ？じゃあ俺はいろいろ調べたい準備があるからさ、暗くなる前に帰るから晩ご飯の準備よろしくね。最後の晩餐だしお父さんたちも一緒にみんなで食べようね。案の定、あえなの使い込みが発覚し、その金額はなんと150万。あえなのご両親は代わりに一括返済をし、あえなは今後実家に住みながら働いてご両親に返済していくことになりました。ひなさんお願いします、どうか疑われの私を助けてください。え、急にどうしたのよふうかちゃん。実は私たち今二人と無職になってしまったんです。だから義士であるひなさんのお力を借りたいんです。二人とも無職って、まさか弟のゆうまも？どうしたのよ一体。特に何があったっていうわけじゃないんですが、二人とも職場が合わず会社を辞めちゃって。え？せっかくだから二人でしばらく遊んでたんですけど、遊びに夢中になってるうちに貯金が尽きてしまいまして、そこですぐに働けるところを探してるんです。ゆうまくんはコンビニバイトを始めました。だから私はお姉さんの会社で働かせてください。再就職せずに遊びほけるって、あなたたち一体何をしているのよ。自分たちも反省しています。でも反省していても貯金は元に戻らないんです。だからどうか私はひなさんの会社で働かせてください。お願いします。気前がめちゃくちゃ困ってるんです。そうは言ってもうちは今人手が足りてるし。何でもやります。お給料なんてそんなに出せないわよ。最低賃金で結構です。そうね、それじゃあ一度会長の母に相談させてくれる？私が先代の母から継いだ会社だけど、まだ会長として最終決定権は母にあるのよ。それならすでに許可をいただいています。え？私を採用しても大丈夫だそうです。ぶっちゃけもう明日から来ていいって言われてます。営業に就かせると言われました。だからこれからよろしくお願いします。そこまで勝手に話を進めていたの？ひなさんに断られる可能性が高いと思いまして、あらかじめ手回しをしておきました。母の許可が出てるなら雇うしかないじゃない。もう母は母で困ったわね。うちに人を雇う余裕はそんなにないっていうのに。これからどうぞよろしくお願いします。私精一杯頑張りますから。もしもし、ふうかちゃん。精一杯頑張るって言ってたあの頃のふうかちゃんは一体どこに行ったのかな。もう3日も無断欠勤が続いてるんだけど。無断じゃないといいんですか？ならあと3日くらいは休むつもりなのでよろしくお願いします。いいわけないでしょうが。ちょっとふうかちゃん、いい加減にしてちょうだい。社員として雇ったからには身内扱いはしないわよ。働かない人は即刻クビにするしかないんだけど。はぁ？身内扱いしてんのはそっちですよね。何ですかあの激安給料は。いくら身内だからってひどいですよあの金額は。はい？社長のくせに知らないとは言わせませんよ。私の先月のお給料手取り12万しかなかったんですけど、こんなの少なすぎます。身内だからってお給料を減らすなんて最低ですよ。ちょっと待ってちょうだい。誤解してるようだけど、それは正規のお給料です。身内扱いの金額じゃありませんから。はぁ？たったこれっぽっちが正規の給料だって言うんですか？だって、ふうかちゃん、資格も家庭職歴もないんだもの。最低賃金からのスタートに決まってるじゃない。あなたも自分で最低賃金でいいって言ってたわよね。確かに言いましたけど、でもそこは気を使って時給上げてくれてもいいじゃないですか。私は気前なんですよ。雇った以上身内利益はいたしません。むしろ雇ってあげただけでも感謝してほしいくらいよ。ひどいです。私あんなに仕事も頑張ったのに営業だって成績出したじゃないですか。それは確かに感謝してるわ。どうせ契約も取れないと思ってたのに、まさか5件も新規獲得してくるなんてね。普通新規5件も頑張ったらボーナスとか出ますよね。私そのために必死に頑張ったんですけど。悪いけど頑張るのが仕事なの。お給料もらってるんだから働いて当然でしょ。それにふうかちゃんの新規5件はノルマの範囲内だからね。はぁ、営業経験のない私が頑張ったんですよ。なのにそんな言い方はあんまりじゃないですか。新規5件を褒めてください。ボーナスください。
そんなこと言われてもね、ルーカちゃんばかり特別扱いしてちゃ他の社員に示しがつかないわ。ボーナスをもらいたいなら今の倍は頑張ってくれないと。今の倍？私こんなに頑張ってるのにその倍も働けって言うんですか？まずは無断欠勤をやめようね。それだけできっと営業成績は上がるんじゃないかしら。ひどいです。皆さんは欺瞞や労働の駒にしか思ってないんですね。え？もういいです。私会社辞めますから。もう？まだ働いて1ヶ月しか経ってないわよ。むしろ1ヶ月働いてあげただけでも感謝してほしいくらいですね。ちゃんと落ち着いて考えようよ。弟のユーマもまだコンビニバイトよね。それでまたフーカちゃんが無職になってどうするのよ。だってお給料が低いんですもん。私に辞めてほしくないならお給料を上げるって約束してください。え？私が引き止めてる設定なの？引き止めないんですか？入社初月で新規案件5件も獲得した超優秀新入社員ですよ。こんな優秀な人材を逃してもいいんですか？真に優秀な人材は無断欠勤なんかしないけどね。私のおかげで獲得した5件、もしかしたら来月は契約してくれないかもですよ。それでも引き止めなくていいんですか？は？私が会社にいてもらった方が嬉しいですよね。私に辞められたら技師のひなさんが困りますよね。早くお給料あげるからって引き止めてくださいよ。じゃないと会社にこのまま行きませんよ。じゃあもう一生くらいでちょうだい。え？勘違いしてるところ悪いけど、あなたに辞められても私は困りません。なので引き止めません。つまり即刻クビということにします。さようなら。え、ちょっと待ってくださいよ。本当に困らないんですか？え、私のこと引き止めないんですか？え、引き止めないわ。短い間だったけど、ありがとうね。待ってください。こんなあっさりクビ、私の予想だと慌てたひなさんが引き止めてきて、お給料アップする予定だったのに。寝言は寝てから言いなさい。本当に困らないんですか？もう一度言いますけど、私超優秀な新入社員ですよ。新規案件5件も獲得したんですよ。そのことだけど、実は良くない噂が出てるのよね。ふうかちゃんが無理やり相手に迫って契約させたって。え？ふうかちゃん取引先の方にベタベタくっついて営業してるらしいよね。そういうのされたら困るのよ。うちの会社自体が誤解されてしまうからさ。ちょっとしたスキンシップですよ。そんなので契約取れるなら安いもんじゃないですか。確定的な証拠がないから処分しないけど、これが本当に事実なら即刻クビになるようなことよ。その意味ちゃんとわかってる？はぁ？新規契約取ってきたのにクビとかありえないんですけど。アホな営業方法で契約取ってきてる方がありえないからね。はぁ？無断欠勤するし文句を言うし、アホな営業するしクビにするには十分です。もう明日から来なくていいからね。ちょっと待ってくださいよ。そんなの勝手に決めていいんですか？私をクビにしたらお母さんが黙っていませんよ。うちの母が？もし本当に私をクビにしたら、私騎士のひなさんにいびられたって言っちゃいますからね。はぁ？そうなったら社長のひなさんは意地悪技師という悪評が広まりますよ。弟嫁をいびり倒して1ヶ月でクビにした鬼社長、会社的にそれってどうなんですかね。そんな人が社長でいいんですかね。お母さんが怒って私を社長にしてくれたりして。ふうかちゃん、寝言は寝てから言おうって教えたよね。私ね、実はプロレス好きで締め技が得意なの。私が眠らせてあげようか。へい、雇ってあげた恩も忘れてこの態度。最初の下手なふうかちゃんはただの演技だったのね。まさかあなたが下品な営業するとも思わなかったし。契約さえ取れれば立派な営業方法の一つですよ。営業先とちょっとベタベタしたくらい別にいいじゃないですか。デートして思わせぶりな態度で契約取って何が悪いんですか？契約獲得に貢献した私をクビにして困るのはひなさんなんですよ。その営業相手、母の恋人よ。え？だから母を味方につけようとしても無駄だからね。あなたのことでむしろめちゃくちゃブチ切れてるから。ちょっと待ってください。お母さんの彼氏？緑工務店さんに営業したでしょ？あそこの担当者さん、母の恋人なのよ。だってあの担当者さん、確かにイケメンですけど、40代ですよ。お母さんって確か60代ですよね。20も離れてるじゃないですか。でも付き合ってるのは事実だもの。父を早くに亡くしてからずーっと会社を一人で守ってきた母がね、ようやく私に引き継いで、今のんびり恋愛を楽しんでいるの。そんな時にできた恋人に、息子の嫁が迫ったのよ。母の怒りは過去最高レベルね。迫っただなんてそんな、私は営業のためにちょっとスキンシップしただけですし、っていうか怒るなら私じゃなくて担当者ですよね。私にデレデレしていたのはあっちですよ。デレてたんじゃなくて困ってたのよ。
恋人である母の会社の子だからって無下にもできずに困ってたの。そこで契約後に母にあなたの営業のことを伝えたみたい。本当に申し訳ないことをしたわ。でも他のところは喜んで契約してくれてたし。契約した会社すべてに確認しました。皆さん早くあなたから逃げたくて契約したらしいわよ。え？自分の色仕掛けが通用するなんて勘違いしてるんじゃないわよ。みんなあなたの営業が痛々しくて早く逃げたかっただけだと皆さんに謝罪して今回の契約はすべて白紙に戻しました。白紙？契約数ゼロ件どころか社長に頭を下げさせて最悪な新入社員よ。これのどこが超優秀な新入社員なのかしらね。そのくせボーナスが欲しい。は、今すぐ締め技かけてあげるから寝てから寝言言いなさい。母もあなたをクビにすることに納得しているわ。味方だった人を敵に回してバカな欺瞞ね。これからはあなたも弟も一緒にコンビニバイトでもしていなさい。そんなの困ります。私これからは真面目に働きます。営業もちゃんとやります。だからクビ抜けはしないでください。二度と会社には来なくていいし、これからはうちの実家にも遊びに来ないで。え？それじゃ職探し頑張ってね。意地悪技師は何の協力もいたしませんから。ふうかちゃんも弟と同じくコンビニバイトを始めたようで、二人とも最低賃金のフリーターとして働いています。最近は子供が欲しくなって正社員雇用を頑張って就活しているようですが、今も仕事は見つかっていないそうです。ちなみに母は今も20以上離れた恋人と楽しく交際を続けていて、毎日とても幸せそうです。ちょっとカズキ、あなた結婚式直前にどこ行ってるのよ。トイレにこもってるならとっとと出てきて。トイレになんかこもっていませんよ。少し冷静になったらどうですか。え、あれ、カズキの LINE じゃあない。やだごめんなさい、送り先を間違えたみたい。いえいえ、間違えてないので大丈夫ですよ。私が彼からスマホごともらっただけですから。あれ、これカズキとのやりとりも残っているのにアカウント名がほのかって名前になってるわ。はい、私の名前に変えたんです。スマホごともらったので LINE アカウントもそのままもらったんです。どういうこと？どうして彼があなたにスマホも LINE アカウントもあげるのよ。そんなの決まってるじゃないですか。スマホも LINE でつながってる人たちも全部いらないってことですよ。だってカズキさんはこれから私と生きていくんですから。え？さっきからずっとカズキさんのことを探していますよね。残念ですけど彼は今私と一緒にいますから。どういうこと？今日は私と彼の結婚式なのにどうしてあなたと一緒にいるのよ。あやさんってずいぶん察しの悪い方なんですね。結婚式当日に新郎が他の女といるんですよ。あんたと結婚する気なんかないってことに決まってるじゃないですか。なんですって？カズキさんはあなたとの結婚をやめて私を選んでくれたんです。私彼と一緒に駆け落ちしますから。駆け落ちって嘘でしょ。結婚式当日に一体何を考えているのよ。私たちの輝かしい未来とか。は？結婚式当日に駆け落ちするのは悪いと思っていますけど、入籍前だったから別にいいじゃないですか。戸籍に罰がつく前に駆け落ちしてあげたことを感謝してくださいよ。何が感謝よ。大体駆け落ちってことはあなたたち付き合ってるのよね。つまりこれってただの浮気相手との逃亡じゃない。浮気相手だなんて言い方をやめてください。今日をもって私は2番目の女から1番目の女になったんです。私は和樹さんの本命の女なんですよ。はぁ？そしてあなたは負け犬ですね。結婚式当日に新郎に逃げられた惨めな負け犬シップ、同じ女として登場しますわ。ふざけんじゃないわよ。あんたたちのせいで惨めな新婦になってるんでしょうが。そうでしたね。他に女がいるならはっきり伝えてくれたらよかったのに。何もこんな逃げ方をしなくたって。はっきり伝えたら面白くないじゃないですか。こういうのは思いっきり大胆にする方がロマンチックなんです。おかげで私と彼の盛り上がりは大マックス。愛の逃避行って心が燃えますね。呆れた。そんなことのためにこんな大事な日に駆け落ちだなんて。おかげさまでこっちは超盛り上がってるので、私もさんよろしくお願いしますね。え？結婚式のキャンセルとか招待客への説明とかですよ。
彼は運命の相手のもとへ旅立ちました。的な。ロマンチックの説明をお願いしますね。はいはい。青新聞はバカ女と共に頭に花を咲かせながら逃げ去りました。とでも伝えておくわ。何よその説明、全然可愛くないんだけど。頭に花が咲いてるのよ。十分可愛いじゃない。まあ咲いてる花は臭いラフレシアでしょうけどね。はぁ、脳みそが枯れるまで必死に花でも咲かせていなさい。バカ二人にはそんな姿がお似合いよ。なんなのよあなた。彼を私に取られたからって当たりが強いわよ。強くて当たり前でしょ。これから式場のキャンセルに皆様への謝罪説明。ああ、それとせっかくのご祝儀も返却しないとね。やることが山積みで八つ当たりもしたくなるわよ。あ、待って、ご祝儀の返却は大丈夫よ。それはこっちで預かってるから返却しなくていいんだもの。え？だからご祝儀の返却はいらないんだってば。私たちこっそり式場から持ってきたの。このまま愛の逃避行資金にしちゃうから。は？ご祝儀をこっそりって、それって窃盗じゃないの。ああ、どこが窃盗なのよ。ご祝儀は幸せになってほしい人に送るお金。今幸せになるべき二人は私と和樹さんなんだから、私たちを受け取って何が悪いのよ。なんなのよその理論は。てなわけでご祝儀600万は私たちがもらうからね。ご祝儀の返却はなしで招待客には帰ってもらって。待って、ご祝儀600万って本当なの？そんなにお祝いが？うん、なんかやたらと分厚いご祝儀がいくつかあったんだよね。多分あんたの親族だと思うんだけど。絶対に私のおじいちゃんたちだ。奮発するからなって言っていたもの。もしかしたらそうかもね。ご祝儀30万も入ってたよ。ありがとうって伝えておいて。ふざけないで。そんな悲しいこと伝えられるわけないじゃない。孫夫婦に渡すはずのご祝儀が略奪女に奪われたのよ。だから略奪女じゃないもん、本命女だもん。落ち着いたら彼と席だって入れるんだもんね。彼が一生一緒にいたいって思ってくれたのは私なんだから。あんたが彼を繋ぎ止められなかったから駆け落ちもされるし、ご祝儀だって私に奪い取られるんじゃない。はぁ、これとご祝儀600万は私がもらっちゃったもんね。負け犬神父は親族の皆さんへの説明と謝罪でもしていなさい。なら絶対に後悔するんじゃないわよ。え、彼もご祝儀も奪ったこと絶対に後悔しないでね。彼ともう一緒にいれない、ご祝儀も返却するなんて言ってももう遅いんだからね。何よ、急に変な脅し方するのやめてよね。別に脅しじゃないわ、ただの念押しよ。それじゃあ私は言われた通りに式のキャンセル手続きをしてくるわ。それと招待客への状況説明と謝罪もね。うん、してるしてる。そうだ、状況説明のために私たちのツーショット送ろうか。今仲良く新幹線で駅弁食べてるの。和樹さんてるほっぺにご飯粒つけてて可愛いんだから。あら、助かるわ。後で指名手配写真として使うからぜひ送ってちょうだい。え、指名手配写真？うん、全ての手続きは終わった後に招待客皆さんで警察署に行こうと思ってるの。ご祝儀の窃盗で被害届を出そうかと思ってね。は？被害届？皆さんからいただいたご祝儀をアホ二人に盗まれたことを謝罪して、その後みんなで近所の警察署に向かうわ。両家親族と招待客と共に被害届ツアーの始まりよ。ちょっと待ってよ、被害届って何言ってるのよ。私たちは愛の逃避行資金としてもらっただけなのよ。それを窃盗って言うのよ。バカラフレシアさん。バカラフレシアですって。あのご祝儀は私と彼が結婚するからと皆さんが用意したお金。そんな結婚式から逃げたあんたたちには一切受け取る資格なんてないんだから。だからって被害届を出すっていうの？バカじゃないの？そんなことしたらあんたが恥をかくだけよ。新郎のご祝儀も取られた恥ずかしい女って広まるわよ。あんたが被害届出してもただ恥ずかしい思いをするだけなんだから。私が被害届を出すなんていつ言ったかしら。え？被害届を出すのは両家親族に招待客の総勢100名よ。全員が一人一人被害届を出すんだから。100人が被害届ですって？私がご祝儀を正式に受け取る前にあなたたちに取られたんだもの。私のものではなく、まだ皆さんの所有物扱いのはずでしょ。だからって全員がちまちま被害届を出すっていうわけ？
ええ、皆さんそれぞれが被害届を出すわ。そうなると総勢100名からの被害届、とんだ大悪党ね。全国指名手配なんかにされちゃったらどうしましょう。ふざけんな。あのね、日本の警察だって暇じゃないのよ。ご祝儀が盗まれたから被害届って、そんなチンゲなものを取り扱ってくれるわけないじゃない。一つ一つはたかが数万でも確かにチンキなものかもね。でも総額600万ものの窃盗よ。これは大金と言われてもおかしくない金額だし、さすがの警察も動かざるを得ないんじゃないかしら。はぁ、愛の逃避行も警察会議でさらに大盛り上がりね。せいぜい頑張って逃避行を続けてちょうだい。ちくしょう、今こうなったら絶対に言ってやるもんね。たかがご祝儀に動くほど日本の警察は暇じゃないんだよ。もう警察に取り囲まれてるの、助けて。あらあら、今駅のトイレに困ってるんだけど、めちゃめちゃ警察が探してるらしいのよ。どうしよう、もう捜査が始まったのかも。私たち逮捕されるのかな。さっきは新幹線で駅弁食べてるってヒントありがとうね。おかげでいくつかの駅に的を絞れたみたい。なんなのよこの捜索の速さは。たかはご祝儀になんでこんなに早く動くのよ。日本の警察は意外とやってくれるみたいね。金額も金額だし、親族に警察の知り合いがいたのも助けになったのかも。ねえ、これってもし見つかったら私たちは逮捕、前科とかついちゃうの。どうだろうね。とりあえず確保されたら警察署に連行じゃないかな。100人分の被害届を出されてるわけなんだし。それならもう自首するよ。だから逮捕だけは勘弁して、前科なんかつけたくないよ。あら、意外と構想が早いのね。でこんなにたくさんの警察に追われて逃げるなんて無理ゲーよ。だからお願い、今回のことは全部許してよ。で、そうだ、ご祝儀600万は全部返すよ。彼と一緒に謝るよ。だから被害届は取り下げて、自首するから全部許してよ。許してよ。なら示談交渉100人だね。え、被害届は取り下げてほしいんでしょ。自首するから許してほしいんでしょ。ならまずは被害届を出してる方々に示談をお願いしないとね。示談?示談交渉して被害届を取り下げてもらえば、なんとか逮捕は免れるんじゃないかな。きっと前科もつかないわよ。ちょっと待ってよ。示談交渉するのはわかるけどさ、それって100人全員としないといけないの？当たり前じゃない。100人いればいろんな人がいるけど、そこは気合と根性とお金で頑張ってね。え？誠心誠意の謝罪だけで許してくれる人もいれば、お金さえ戻ってくるなら謝罪には興味ないって許す人もいるよ。もちろん中には示談金を請求する人もいるだろうけどね。示談金請求？え、お金返すだけじゃダメなの？謝るだけでも許してくれないの？謝って済んだら警察はいらない。示談交渉に応じたくないならそれでもいいのよ。そうなったら被害届は取り下げてもらえないだけだから。ちなみに相場は被害金額にプラス20万円のところみたいね。被害金の返金に加えて精神的損害の慰謝料をつけるって考え方みたい。待って、それって単純計算で100人かける20万円だからざっと2000万円だね。ご祝儀600万の倍以上じゃないの。愛の逃避行って大変だね。親族同情するよ、同じ女としてね。犬神父に登場された。もちろん帰ってきたら私からの慰謝料請求もあるから覚悟してね。それじゃあみんなと一緒に実習を待ってます。青ざめて警察官に名乗り出てきた2人はそのまま警察署へ連行。すぐに弁護士を挟んで全員と示談金交渉しています。私の親族は私へきちんと慰謝料を支払うならと被害届をすぐに取り下げたのに対して、元婚約者和樹の親族側が恥をかかされた責任を取れと、ほぼ全員が慰謝料込みの示談金を請求しているらしく、支払いは総額で1000万ほどになるようです。今日はどうも。妹から消えたけどこの LINE で会ってるわよね。
リオってもしかして花さんの姉のリオさんですか？おめでとう。あんたの婚約者の姉のリオよ。こうして LINE ができるってことはスマホは水没しなかったのね。そうですね。結婚の挨拶でいきなりあなたに密をかけられましたが、スマホはなんとか生きてます。防水機能があって助かりましたよ。なんだ、そのまま水没して使えなくなって一生妹の花と連絡取れなくなっちゃえばよかったのに。は？早速だけどあんたさ、もう二度と妹に近づかないでね。交際は禁止、結婚も認めないから。どうしてですか？結局水をかけられて追い出されただけで、結婚反対の理由すら教えてくれませんでしたよね。はぁ？結婚反対の理由なんて聞かれなくてもわかるでしょ。あんたが貧相な仕事をしてるから決まっているじゃない。いい大人がスーパーのレジ打ちだなんて恥ずかしいわ。ただのアルバイトならともかく、僕は正社員ですよ。レジ打ちは今レジをお願いできる人がいないからやってるだけです。僕の仕事はスーパーの経営に関わること全般ですよ。だから何？結局スーパーが職場なのは変わらないのよね。そうですけど、それっておかしいことですか？おかしい以前に恥ずかしいって言ってるのよ。大の大人がスーパーの店員ってバカじゃないの？そんなのは無能がやる仕事なのよ。無能って、どんなところにも仕事はあります。仕事内容や職場で差別するのはやめてください。じゃあ言わせてもらうけど、総理大臣とスーパーの店員が同じくらい立派な仕事だと思う？思わないわよね。同じくらい立派な仕事だと思いますよ。どちらも人々の生活を支えるために必要な仕事ですからね。はあ？あんたが総理大臣と同等だなんてバカじゃないの？恥知らずだとまともな話もできないのね。は？無能なくせに大口叩いてるんじゃないわよ。どうせ取引先の権限使って妹をたぶらかしたんでしょ？じゃないと妹の花があんたなんかと付き合うわけないんだから。そんなの違いますよ。出会いは確かに職場ですけど、たぶらかしてなんかいません。むしろ告白してきたのは花さんの方ですし。うるさい無能、口答えするな。とにかくあんたと妹の結婚は反対よ。私と妹の花は一卵性の双子なの。もし妹とあんたがこのまま結婚してみなさいよ。まるで私が無能と結婚したみたいに見えるでしょうが、もしかしてそれが結婚反対の理由なんですか？当然よ。そういうことで妹のことを諦めなさい。もともとあんたみたいな無能には不釣り合いなのよ。話にならないのはリオさんの方ですよ。もういいです。今後のことは花さん本人と話をしますから。ぷぷぷぷ、残念でした。妹と連絡取ろうとしても無駄だよ。もうあんたのことなんてブロックさせたもんね。え？私と両親の説得でようやく正気に戻ったの。そうよね。レジ打ちとの結婚は惨めよね。って気づいてくれたわ。え？そういうわけで、あんたたちは破局したの。もちろん結婚もなしだし、これで婚約破棄。あんたは惨めに一生レジ打ちでもしていなさい。そんな、こんなことで花さんと別れるなんて。あ、そうそう。あなた、花のストーカーにならないでね。振られたのは惨めな仕事をしてるあんたに原因があるの。逆上してストーカーとか、超笑えないからやめてよね。そんなものになりませんよ。ならいいけど、でもほら、あなたってそんな顔してるじゃない。だから一応念のためっていうか。は？もちろん諦めきらないからって転職しても遅いわよ。だってあんたの顔、私全然タイプじゃないんだもん。私と同じ顔の双子の妹がこんな男と結婚なんて本当に無理。どうしても諦めきらないって言うなら、細胞レベルで生まれ変わった頃にしてね。さっきから黙って聞いてれば何なんですか？さすがに僕もそろそろ怒りますよ。やだー、逆上でブチギレ。ほんとありえないんだけど。これだからレジ打ちぐらいしかできない男は嫌なのよね。は？恨むなら自分でしよう、恨みなさい。双子の妹がスーパーのレジ打ち男と結婚なんて絶対に認めないわ。底辺男はさっさと私たちの前から消えなさいよ。では取引はすべて中止で。え？
そこまで言われたら仕方ないですね。僕も未練も何もなく、花さんと別れることができますよ。婚約破棄承知しました。では妹さんにも今まで公私ともにありがとうとお伝えください。では失礼します。ちょっと待ちなさいよ。公私ともに取引中止って何のことよ。リオさんには関係のないことですよ。どうしても気になるなら花さんから直接聞いてください。ではこれで失礼します。ちょっとどうなってるのよ。妹の花が顔面を真っ青にしてるじゃない。あららら、お望み通りに婚約破棄したのにおかしいですね。休日なのに大手で会社に走っていったわ。なんでもライバルメーカーに取引先変更されたとか、これってどういうことなのよ。そういうことです。妹さんの会社は僕が所属するスーパーの仕入れ先でして、情を持って契約していましたが、今回その取引を打ち切ったんですよ。え？もともと販売の数字も悪かったので打ち切りの検討もしていましたし、ちょうどいいタイミングだったので僕の権限で取引先を変更しました。こんなひどい裏切り方をする花さんと違って、新しい取引先は真面目な方でとても仕事もしやすいんですよね。待ちなさいよ。あんたの権限で取引先変更ですって？レジ打ちに何の権限があるって言うのよ。仕入れの決定権すべてですが。え？僕、本部直属のエリアマネージャーですからね。そりゃ、仕入れの決定権くらい持ってますよ。あなたがエリアマネージャー？それって、かなりの役職よね。まあ、そうですね。同期の中で出世スピードはかなり早い方だと思います。でも、あなたはただのスーパーのレジ打ちだって、妹の花がそう言ってたのよ。正社員採用だけど、レジ打ちしてるところしか見たことないって。そんなあなたがエリアマネージャーなんて嘘よ。急に大きな見え張ってるんじゃないわよ。見えも何も事実ですし、このエリアの売り上げが悪いので昨年本部から派遣されてたんです。バイトやパートの人が少ない時はレジ業務も僕の仕事の一環ですよ。そんな、じゃあエリアマネージャーで本部直属ってあなたもしかしてエリートコース？同期の中で出世は早い方ですし、確かにそう言われることもありますね。良くも悪くも僕は社長息子ですし。え？社長息子ですって？でも親の肩書きだけで上り詰めたわけじゃないですよ。社長の父は実力重視で身内には特に厳しいですから、今回のエリアマネージャーの派遣も父から僕への次期社長にふさわしいかの試験みたいなものですし。待って、次期社長って、あんたってば無能男じゃなかったの？ではこれで失礼します。花さんにはもう今さら何しても遅いと伝えてください。取引先変更の決定が覆ることはありませんからね。私あなたとやり直したいの。いい加減にしてほしいのはこっちの方だよ。もう電話も連絡も何もしないでほしいって伝えたよね。職場にも家にも来られて迷惑なんだ。迷惑って、そんな。もうとっくに別れてるし、婚約破棄だってしてるんだぞ。なのにいつまで経っても恋人気取りで連絡してきてしつこいんだよ。どうしたのよ、ゆうと。今までそんな冷たいこと言ったことないじゃない。それは君が恋人だったからだよ。でももう僕たちはただの元彼元カノで他人なんだ。他人じゃないもん。絶対に復縁するんだもん。お姉ちゃんもお父さんもお母さんもね、今なら結婚認めてくれるって。今さら遅いんだよ。とにかくこれ以上連絡がしつこいと僕も本気で怒るぞ。警察への通報も考えているからね。相手が拒否してるのに山のように連絡をしてくるわ、職場や家に押しかけるわ、十分ストーカーとしての警察通報案件だろ。いやいや、そんな大げさな。取引先へのストーカーなんて、さすがに今度は花もクビになるんじゃない？え？ただでさえ大事な取引先を失ってピンチだろ。元々の契約も花が。このままじゃノルマ満たせでクビになるって
で頼み込んできたのが始まりだもんな。そんな怖いこと言わないでよ。クビだなんてそんな。よし、別れた人に情けは無用だよな。俺やっぱり今すぐ警察に通報してくるよ。俺気づいたんだ。変に優しくすればするほどただ問題が長引くだけだって。別れてるんだし、ここは情けを捨てて通報してくるよ。仮にも警察が掛け合ってくれないときは職場に通報だね。じゃあね。待って、違うのよ。職場や家に押しかけてるのは私じゃないの。は？ほのじゃないなら誰が俺のところに押しかけてくるんだよ。姉のニオよ。姉が私のためを思って押しかけただけなのよ。姉のリオさんが？いくら双子だとしても元彼の俺が見間違うとでも？でも私たち一卵性の双子で親も見間違えるくらいだし、だからきっと間違えたのよ。あくまでも自分じゃないって言い張るんだね。あの姉も姉なりに申し訳なく思ってるのよ。だから勢い余って押しかけたっていうか、姉は妹思いなだけなのよ。だからストーカー通報はなしにしよう。それと私じゃないから職場への通報もなしってことでいいよね。ね。じゃあお姉さんを通報だ。え？全然良くないから通報してくるよ。もう一度確認するけど、俺の会社や家に押しかけてくるのは君じゃなくて姉なんだよね。それは。じゃあストーカーとしてお姉さんを訴えるよ。ありがとね、教えてくれて。危うく花に冤罪をかけるとこだったよ。じゃあお姉さんには警察に通報したって伝えておいてよ。ちょっと待って。違うのよ。自宅には私も一回は行ったかも。職場にもちょっとは行ったかも。じゃあストーカーは二人なのかな。まとめて警察に相談しておくね。え？じゃああとは面倒だから警察に丸投げするよ。ちょっと待ってよ。警察だけは本当に勘弁してほしいの。私ただでさえ今回の件で会社での立場がないのよ。そんなの知るかよ。それと警察の人は嘘を一番嫌うから、ちゃんと本当のことだけは話すようにしてね。それじゃあ。僕はすぐに警察に相談しましたが、警察の前で花と姉のリオさんは、私じゃない、こっちに押しかけたんだと僕へのストーカーを押し付け合っているそうです。監視カメラを見ても二人は同じ顔で判別がつかず、警察も大困惑。ついにはどうにもあるし、二人ともストーカーなんじゃないかと警察が言い出してるらしく、さらに二人は泥沼のように罪を押し付け合っているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。